野木浜総合公園は、山口県下関市のこの浜2丁目に所在する総合公園。天然芝グラウンド、人工芝グラウンド、クレー舗装の第1代に多目的グラウンド、低級場といったスポーツ施設をはじめ、野鳥観測所、浸水広場、芝風広場、子供広場等が備わっている。各種スポーツ施設。 管理棟を除きすべて無料で、週末は家族連れなどで賑わう。現在、公園と国道2号小月バイパスを挟んだ箇所で、造成工事が行われている。将来は、グラウンドゴルフ場、野球場等が計画され、合計面積35.4ヘクタールとなる予定。2002年にオープン。当初は、多目的グラウンドという名称だったが、 人工芝グラウンドがオープンしたことにより、現在の名称に変更された。サッカー、ラグビー、グラウンドゴルフをはじめとした、スポーツ、および各種イベントに利用できる、天然芝のグラウンドで、1000人程度収容できる、観客席がある。2011年の、第66回国民体育大会では、サッカー青年男子の競技が行われたほか、 2014年の第38回全国地域サッカーリーグ決勝大会ではグループリーグ会場の一つとして用いられた。また、2015年の第28回年輪リンピックをいでませ。山口2015大会ではサッカー交流大会が行われた。過去に以下の J リーグ所属クラブの試合が行われたことがある。2018年にオープン。 日本サッカー協会公認ロングパイル人工芝の照明設備付きグラウンド。サッカー、ラグビー、グラウンドゴルフをはじめとしたスポーツに利用され、小規模なスタンドがある。ソフトボール、軟式野球、ラグビー、グラウンドゴルフをはじめとした、スポーツ及び各種イベントに利用できる90.5メートル、×90.5 メートルのクレー舗装のグラウンド。 サッカー、ソフトボール、軟式野球、ラグビー、グラウンドゴルフをはじめとした、スポーツ及び各種イベントに利用できる180メートル、×118 メートルのクレー舗装のグラウンドで、照明設備がある。テニスコート5面を有し、照明設備がある。干拓地を活用し、池や干潟など水辺の野鳥が好む環境が整備、されている。青杉、大杉、 カルガモ、カイツブリなどが常時観察できる。2004年にオープン。隣接する山陽週末処理場で下水を高度再生処理した水を利用する。様々な遊具が備わっている。ありがとうございます。